今日はね、このだいぶ伸びた髪を切りに床屋に行ってきます。いつもの床屋、いつもの床屋はこのイオン富士南店の安い床屋です。1200いくらだったかな、ね、やってきます。床屋行ってきました。パッと見そんなに変わらないかもしれないですけど、でもね、このサイドも後ろも結構さっぱりしたと思います。触った感じ全然違います、ね、あのもじゃもじゃ感がもうないです。で、1350円でした、ね、昔は1200円でしたけど、今1350円までちょっと値上がりしてます、はい。では今から、ブーメランを投げに海の方に行きたいと思います。天気がちょっと心配ですけどね、雨がポツポツ降ってる感じがしますけど、ではまた。はい、港公園に到着しました。曇ってますね。今日降水確率 40% ぐらい、もしかしたら雨が降るかもしれませんけどね。ちょっとブーメランを投げに行ってきます。で、ちょうど今車を止めた真後ろにね、あの油菜が咲いてます、ね、菜の花が咲いてます。ちょっと見ていきます。綺麗に咲いてますね、菜の花が。はい、港公園にやってきました。風が強いですね。で、気温が低い、ちょっと肌寒いです。土曜日の午前中ですけど、人はね、まばらですね。それほどたくさんの人は いません。まあ、ブーメラン投げるには風がそんなに強くない方がいいので、とか風が弱そうな場所を見つけて、ね、投げたいと思います。壁の方に行けば風がないかもしれないです。壁とあとこの丘の間ですね。この丘が風を避けてくれるかもしれない。あ、風あるな。結構風強いな。風があるとブーメランはね、ほとんど戻ってきません。戻ってきても自分より遠く離れた場所に戻ってしまいます。難しいかもな。でもせっかく来たんでね、何度かやってみたいと思います。ここで、
何度かねキャッチできました。風吹いていてもコツをつかめば落下地点大体予測つきますね。でも大体風が強いとね、投げて自分がバックしないと後ろの方行っちゃいますね。風に押されてずっと後ろの方行きます。もう投げた瞬間後ろの方に行かないと取れませんね。投げて終わりにしたいと思います。ここも風が強いですね。取れました。これはかなりの運動になりますね。いい運動になります。